こんばんは。5日間にわたってお楽しみいただいております東西落語特選、今日は最終日で、古今亭志ん朝さんのトーナス屋清談です。トーナスというのはかぼちゃのことですね。近頃かぼちゃはパンプキンパイやパンプキンムース、ポタージュなどおしゃれで上品な食べ物として特に若い女性に人気があります。かぼちゃは原産地は中南米と言われますが、日本に初めて伝えられたのは16世紀の半ばです。ポルトガル人がカンボジアから九州の大分に持ち込んだのが最初とされています。つまりカンボジアがなまってカンボジア、カボチャとなったようです。その頃はまだあまり使われていなかったようですが、天保の大飢饉の時に飢えをしのぐためにカボチャを炊き込んだトーナス飯が紹介されて広まりました。それ以後はいざという時の代用食として大変重要視され、また普通のお惣菜としても味噌汁の中に入れたおこと煮のようにさまざまな料理に使われるようになってきました。地域によってはトーナスとも南京ともボーブラとも呼ばれています。かぼちゃはもともと生命力が強くて土地を選びません。栽培がとても簡単ですので、農家がわざわざ植えて育てるまでもないと大変軽んじられたくらいでした。ですからかぼちゃ野郎とかトーナス野郎とか、こういう悪口が言われるのもここから来ているようですね。さあ、それでは古今亭志ん朝さんのトーナス屋清談、ごゆっくりとお楽しみください。もう相も変わらない古いところでしばらくの間ご辛抱を願います。よくお客様に言われましてね、そうやって古いこと喋ってて気持ち悪くならないななんてなことを言われるんですけども、おかげさまで私の方はちっとも気持ち悪くならない。聞いているお客様がたまに気持ち悪くなることがあるようですけども、あんまり人のことは構わないたちでございましてね、よろしくお付き合いを願います。吉原なんというような大変に華やかな場所が昔はありまして、ご承知でもございましょうけど、ご婦人が大勢いてそこへ男が通っていく、大変に親切にしてくれたもんですから、男と生まれた以上は一遍は必ず足を踏み入れるという、ただはやってくれないんですね。いろいろとお足屋なんかがいるんですけれども、またそういうところのご婦人が男を引きつけるようなことを言ったんだそうですね。俗に花魁なんて言葉があります。どういうわけで花魁というのかというと、昔から狐狸は尾で化かすなんて言います。狐や狸というものは尾っぽでもって人を化かす。ところがあの里の婦人に限って口でもって化かす。だから尾はいらない、それで花魁となったと言いますが、あんまり当てになった話じゃありませんがね。いろんなことを言いましても、私もお前さんのこと好きで好きでたまんないんだよ本当に。骨がなかったら一緒になりたいよなんてなこと言われると、どうも俺は骨があっていけねえな、ナマコが羨ましいやなんてくだらないことを考えましてね、私もお前さんのこと頼りにしてんだからいいかい、頼むよ。うん、そうか、俺弱ったな、おい、あいつに頼りにされちゃったよ。うん、俺はあの女のマブだななんてんで、アブみたいな顔した人が随分いたそうですけども、まあこれがテレンテクだというやつでね、まあ大体こういうことでもってお客様はだん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 深みにはまっていくというようなわけで、ですからこのみんな行くときに随分用心はしたそうですな。いいか、気をつけろよな、向こうが何言ったってあんまり当てにするな。ああ、もうじょろったら客を騙すのが商売なんだから気をつけろなんて言いながらみんな引っかかっちゃうね。五代家の若旦那でもってこのテレンテクダに引っかかって夢中になって通っている、通っている間は良かったんですけども、帰ってこなくなっちゃった。いわゆるこの居続けというやつですね。いいじゃないか、若旦那、お前さんがね感動されたら私が引き受けるよ、引き取り手がいるんだから安心して私のそばにいておくれなんてなこと言われると、そうかなんてんでその気になってね帰ってこない。五代家のことでございます。世間体奉公人の手前もございますんで、売っちゃっとくわけにいかない、人が迎えに行く、何度迎えに行っても分かったよ明日帰るからいいよなんてんで帰ってこない。ね、一人息子跡取りでございますから、あらもう親類中の方から先にこれはほっとくわけにいかない、なんとかしましょうと、今でいういわゆる親族会議ですな、親類中が集まっていろいろと話し合いをした。とにかくあれの了見をここでもって聞いてみましょう。番頭さん呼んできておくれ。へい、
番頭さんが店の若い者を 2,3 人連れて普段出入りの、頭をこの一緒にね、伴ってでもう向こうへ迎えに行く。今度は嫌おうなしにわからんなみんなの前へ引っ張り出されまして、さあわからんな謝ってください、大旦那がああおっしゃってるうちさあ謝ってください謝ってください、いいよいいよいいんだよ番頭余計なこと言うんじゃないよ。え、お父ちゃん何ですか感動ですか。え、感動結構だわ。はばかりながらね私には引き取り手がいるんですから大丈夫なんですよ。お天道様と米の飯はついて待ってるんですから、じゃあ皆さんお達者でさよなら失礼なんてんでパーッと女のところに飛んできて俺感動されてきたよまあよかったわねって口では言うんですけれども急いで部屋を出ていく。ご内緒へ飛んでいく。入れ替わって入ってくるのはおばさん俗にやり手なんて言いましてまあ若旦那困っちゃいましたねあなた思い切ったことをなすって。いやまあそれはねあの子だっていろんなこと言いますけれどもねとにかく自分が勤めの身なんですからあなたの面倒なんて見られるわけがないんですよね。あなただってそれを真に受けて困っちゃうじゃありませんか。あの一旦ねお家へお帰りなさい。であのほとぼりが冷めたらまた改めて来てやってくださいな落ち着いたらねじゃないってとあの子かわいそうですからじゃあどうぞってんでこれで茶屋の方へ下げられる。茶屋でもまた茶屋のおかみにいろいろと説教をされてでポンとおっぽり出されて家へ帰ることはできない。あっちの知り合いこっちの友達ほぼ泊まり歩いててしばらく経つってともうお閻魔様の診断で生きどころがなくなっちゃった。もうどうにもしょうがない。だから夜になるってとお宮の縁の下かなんかへ入って寝る。明るくなるってと当てどもなくあっちこっちうろ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 歩いてる。もう何日も物を食べておりませんのでもう腹がペコペコ自分で何か稼いで物を食べようというところに気は至りません。ただ何か食い物はないかしらって野良犬みたいに目ばっかりギラ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 さして方々歩いてる。夏のことでございます。ポツリッとザーッという夕立ち往来を歩いてる人はみんな軒下へ駆け込んで雨宿りしてんのに若旦那一人何濡れたっていいやなこの方が汚れが落ちるなんてんでね平気で雨に打たれながらブラ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 歩いていく。ちょうど吾妻橋にかかった時には雨も上がって日も暮れまして欄干に寄りかかって吉原の方角を眺めるってえと薄紅を流したようにぼーっと赤い、みんなの言うこと聞いときゃよかった。お父ちゃんおっかなすいませんでした。どうぞお達者でお暮らしください。欄干に足をかけてひょいっと飛び込むぞ。お待ちだ話してください。知らなきゃなんないわけがあるんですからどうか話して。冗談じゃない待ってくれ待ってくれ待ちだ、ま、だと待ちだよ本当に。いやすまなかったすまなかった。いやお前さんダメだよ。そりゃわけがあるだろうけれどもさもっとよくお考えよ、ね、考えればまた別に道が開けるかもわからねえんだから若い人はみんなそうだよ、ね、てめえが死にはなんとかなるってそうでないんだよ、ね、残されたもののことを考え。おいおめえ徳じゃねえか。えはっおじさんおめえか。おめえなら止めんじゃなかったな飛び込んじゃい助けてください。なんだよおめえ今死ななきゃならねえわけがあるってついてたじゃん。わけがあるんだったらおじさん止めねえよ。ここで見ててやっから早く飛び込め飛び込めおじさんすいません助けてくださいな。ってなんでその邪魔。おめえ家を出ていくときに大層大きなことを言って出てったなあ。引き取り手あるってそう言ってたじゃねえ。どうしたんで引き取り手は。お天道様と米の飯はついて回るってんかじゃなくてついて回ってんのかい。お天道様はついて回ってるんですけどどうも米の飯がついて回るの当たり前だよ。どうやるんでしょう。おじさんお願いします。どうか助けてください。目が覚めたか。すっかり目が覚めました。おめえの面倒を見るってえとおめえの親父にこっちからこっちはぐずぐず言わなくちゃなんねえんだなあ。しょうがねえ、人間死のうってえところまで行きゃ嘘じゃねえだ。よしおじさんのところで手でってやっから。いいか、その代わり何でもやるんだぞ。何でもいたします。できることは何でもいたします。できないことはいけません。目でおせんべいをかめなんてそんなことを言うかい一緒についてこい。この野郎だと思わねえで止めちゃったんだよばあさん。まあなんだねお前、そんなことをする前になぜ早く家へ来ないんだよ。お前は小さい自分からねおじちゃんおばちゃんって家ばっかり来ていたから我が子のように思って心配してたじゃないか。今度のことだって大変だったよ。おじさんなんかもあいつは今頃どこで何をしてんだろうって眠れない晩だってあったんだから。おいおいおい余計なこと言うんじゃないよ。
誰がこの野郎のこと心配してるよ。うん、言ってんだよ。つまらねえこと言わねえで腹が減っちゃって口開けねえってんだ。飯食わしてやんな。あ、分かったよ。ちょっと待っと入れとくや。ね、今ね、魚へ行って魚。おー、なんだよ。魚行って魚買ってきてどうすんだよ。え？この野郎に食わせんのか？こいつは今、川へ飛び込んで魚に食われようとしてたんだよ。それが魚食うやつがあるかい。腹減ったら塩かけだって飯は食えるんだ。え？なんでもいいんだよ。たくあんのしっぷりでもなんでもいいから手がっとけ。飯を食ったか？うん。何を？眠くなってきた？まあそれは知らねえやな。腹の皮突っ張ら目の皮たるんでくら、まあ、今夜おじさん何も言わねえから、え、明日の朝早いぞ。2階上がって寝ちゃえ。あのね、お父っつぁん2階に蚊帳がないんだ。いいよ、蚊帳なんてなくたって。こんなバカ蚊刺すもんかい。こいつたちは蚊がバカになっちゃうからなあ。風呂敷でも何でもかぶって寝ちめえな。明日早いぞ。まだ寝てんのか？早く起きろ早く。おじさんなんてもう一回りしてきちゃったよ。本当にしゃあねえな。何ぼんやりしてんだ。え、誰だって眠いんだよ。変わらないよ、目が覚めんだ。早くしろい。えい、あ、どうもご苦労様。あ、そこのところ、いや、日の当たらねえところにもうちょっとこっち中に入れて。はい、ご苦労さん。で、いくらだって？え、ああ、そう、日が暮れたらね、私の方から行くからって親方によろしく言っとくれ。ご苦労様。うん、変わらったか？飯を食っちゃえ。おばあさん、いいんだよ。給仕なんてしなくたっていいんだよ。うん、勝手に食わしておけ。おめえにはまた用があるんだ。こっち来たな。その戸棚開けてくれ。え、古いつづらが入ってんだろ。うん、その中に俺がすすあきん時に来た反転腹開けももしけ入ってっからな。そいつ出して。うん、何が？夜に来てんだよ。何、いいじゃねえよ。汚くたっていいんだよ。汚いったってお前しまう時にちゃんと洗ってしまったんだろ。だったらいいんだよ。何言ってんだよ、んなこと。うん、だから手拭いな、一本出して。うん、だから足袋あるか？え、白と黒と片っぽっつ。彩りがよくていいや、その方がな。それから親お参りに行った時にかぶってやった傘が入ってやしねえか？え、ある。ああ、そうそう、そうだそうだ。あ、そいつ出してな。弁当できてるのか？え、あ、そう、あの2のところに結びつけといてんな。そいつこっちに出して。うん、まだ飯食ってやんのか？いつまでものそ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 食ってやって。え、飽きんどてえな。早く飯を食わなくちゃダメだ。はい、こっち来い、こっち。さあ、そこに座れ。そのおめえのな、あの、これ今おばさんが出してくれたから、え、着ている着物を脱いで、でこれに着替えるんだ。いいか？うん、早くしろ早く。え、気温が分かるね。情けねえやるだ本当に。え、そうそうそうだよ。うん、よし、おするでいいよ。え、よっぽどその方がキリッとして男らしいじゃん。男っぷり上がったよ。え、うん、すまんな。おめえ何でもするってそう言ったな。へい、何でもいたします。今日からおめえな、トーナスを売るんだ。あ、そうですか。ねえ、お店はどちらなん？店？店なんであるしねえの。あそこに荷が来てんだろ。あいつを担いで売って歩くんだよ。え、あ、あれですか。おじさん、あれちょっと勘弁してくださいな。どうして？だってあんなもの担いで売って歩いてるところを知ってる人に見られたらみっともないじゃありませんか。みっともねえ？いやか？うん、うん、よしよしね。いやいやいや、うん、でそれ脱いで、おめえの着てきたその汚い着物を着て出てって、また可愛い飛び込め。分かってました。うん、売ります売ります。いい、売らなくたって。目が覚めた？嘘つけ、ちしょう。てめえみたいなやつを助けたと思うと、おじさんてめえで情けねえや。出てけ。ちょっとお父っつぁん、ちょっとお待ち。まあまあ、まあいいからお待ちよ。バカ、なんてこと言うんだお前は。えー、おじさんがお前に飽きないよ、教えようと思って一生懸命いろんなことさせんじゃないか。そんなこと言うやつがあるかい。お前が悪いよ。え、早く謝んな。さ、早く謝んな。もっと謝んなさい。もっと謝んだ。そうだそうだそうだ。ほら、お父っつぁん謝ってくからさ。ねえ、なんとかしてやってくれ。勘弁して。うるせえな、余計なこと言い合って。やるの言ったことを聞いたかおい。えー、みっともねえってやん。何がみっともねえんだ。えー、天秤を肩にあてがってな、トーナスでございって売って歩いて、わずかでも後世儲けら立派な飽きんとな、飯は食えねえでフラ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 してるやつのよっぽどみっともねえんだよ。本当におばさんがな、ああいうふうに言ってくれたから、いいかな。おじさん今日は許してやるけど、今度こんなこと言ったらもう叩き出すぞ。いいか、おじさん、おめえの親父とは兄弟だけども、ああいうものの分からねえ堅物じゃねえんだよ。遊ぶなとは言わねえんだ。遊んだっていいんだよ、負けんだからな。その代わり稼いで遊ぶんだ。いいか、おめえみたいにその稼がねえで親父の金使ったりなんかするから感動だ提灯だって言われるんじゃねえか。うん、一生懸命稼いで、おじさん今月こんだけ稼ぎました、久方ぶりに遊びに行きたいんですけども、どうしても一人じゃ行きにくいって言いや、おじさん一緒に行ってやるんで。あ、そうですか。じゃあ今夜。今夜じゃねえんと。早く表出て荷担いでみな。担げたか？よしよしよ、それでいいそれでいい。いいか、重い？当たり前だよ、重いな。え、だから軽くしてと思ったらおめえが飽きないやいいんだ。売りゃ軽くなるんだから。いいか、一つ指紋で売れ。いいな。うん、だから弁当はこのところに結びつけてやるからな。売ったうちでもって台所でも流しでもね、どこでも構わねえよ。そういうところ借りてな。で水でも湯でももらって弁当をつかんだ。三味線ランドに腰を下ろすんじゃねえぞ。ええ、チャラいを捉えるんだから。分かったか。じゃあ行ってこい。いいか、うん、調子をつけて。
しょいしょいと、そうそうだそうだ、どぶ板跳ねるから気をつけろ、いいか、うん、よし、その調子だ。あっと、ちょっと豆腐屋さん、ちょっと待ってくれ、今こっちから出てくんだよ。いや、今日初めて商いに出るんだな、そこのところで天秤買わせねえから、すまねえけど表へ出てちょっと待っててくれ、すぐに出してやから、うん、なったや、また入ってきやって、分かったよ、買ってやるから、ちょっと待ってろ、おい、みんな待ってんだから、早く行け、早く行け、いいか、売れませんでしたなんてんで帰ってくるってと、売れるまでうち入れねえぞ、一つでも二つでもいいからてめえの力で取ってこい、分かったな。おじさんにガン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 言われて、天秤に捕まったまんまフラ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 長屋を出てまいります。本庄のだるま横丁を出ました。あれから東橋を渡って田原町のあたりに来た時には炎天燃えるようなさらかフラ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 やってくる、小石かなんかにけつまずいてタン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 とつんのめる、荷物をパーッとよっぽり出しちゃった。はい、かーいて血が出てきやって、つきそう、はぁ、つきそう、人殺し、おう、誰だ今人殺しって、お、通るってやろ、おめかしところ知ってったら、それでこなす、誰だ相手、相手トーナス、なんだトーナスってな、ああ、道いっぱいにトーナスをほっぽり出しちゃった、おめえしょうがねえな、人に持ってかれちゃうで、おめえのか、ああ、じゃあ俺手伝ってやっから、拾え拾えな、ああ、もうこれで落っこってねえな、え、うん、ちゃんと拾ったみんな、あ、へえ、大変な荷だこら、おめえが担いできたのか、え、なんかおめえ細い体でこれは無理だろ、なんかこうやって見るってとおめえ藤四郎のようだな、え、うん、道楽は元で今日初めて商いに出た、おじさんのところに居候してて、初めてじゃ無理だこれはな、荷が少し貸しすぎたら、よし、じゃあ俺は少し透けてやろう、え、さばいてやるよ、ここで持って売ってやるって、いや遠慮することはねえんだ、俺の知ってるのはいくらでも通るんだから、それにこっちこっち持ってくる、こっちそこのところにいろな、すぐに、おお、来た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 、ああすまねえけどちょっとトーナス買ってくんねえかな、八百屋始めたのか、いやそうじゃねえんだよ、この人はここへ来てひっくり返っちゃったんだよ、道楽は元で感動されてな、おじさんところに居候してて今日初めて商いに出たってんだ、脇口は誰ともあるのって、え、当人一生懸命なんだよ、ね、少し荷を軽くしてやりてえと思ってよ、え、付き合ってくれよ、あ、そうか、うん、じゃあ二つばかりもらおうか、お、ありがとうありがとう、二つだとさ、え、いくら、え、八文、あ、そう、じゃあそこへお足置いて、うん、持ってってくれ、すまなかったね、何かあったら言ってくれ、今度は付き合うよ、あ、あ、ちょっと玄ちゃんこっち来てくれ、トーナス買ってくんねえか、この人はかわいそうなんで、え、今日初めて商いに出てな、荷が勝ちすぎてひっくり返っちゃったんだ、あ、軽くしてやりたいんで持ってってくれ、一つ、あ、あれだったあれだと、うん、そこにお足置いたら、おい、まっちゃん、おい、トムさん、こっち来い、こっち来い、え、トーナス買ってやってくれ、いいか、うん、そこ行く、どこの人だか知らないけど、ちょっとちょっと、え、トーナス買ってやってくれよ、え、いや、この人はかわいそうなんだから、頼むよ、いいじゃねえか、いらねえ、静かに頼んでるうちに買ってくれたっていいだろ、買うのかい、買わねえのかい、いただきますよ、あ、そう、どうも、じゃあそこに置いて、え、一つありがとうございます、え、シモンだってやから、すみませんね、なんか無理に押し付けたようで、どうも、すみません、いい人だな、どこの人だか知らねえけど、うん、あ、おい、ハンコ、ちょっとこっち来い、え、何、トーナス買ってくんねえか、トーナス、え、トーナスいらねえ、いらねえってやねえで買ってくれ、いやいやだ、どうして、俺は江戸っ子だよ、え、カツオを片身買ってくれねえかって言われりゃ、こっちはね、借金したって買うんだよ、な、トーナスなんて誰が食うもんか、ガチャガチャじゃねえ、余計なこと言わなくたっていいんだよ、え、買わねえなら買わねえでいいんだよ、本当に、あ、この人お前ひっくり返っちゃってかわいそうだから俺が頼んでんだよ、それとも買わねえか、え、嫌いだ、あ、そう、嫌いだったら思わなかったな、うん、俺の思い違いかい、今から3年ばかり前にな、お前親方のところしくじってうちの二軒に居候してたことあったな、つまんねえこと言うなよよしね、いいじゃねえか、居候してたじゃねえかよ、毎日2階でもってブラ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 してやって、うちの香川がトーナスの安倍川こしらえて、半さんお週違いですけれどもトーナスの安倍川食べますかあったらてめえ2階から飛び降りてきやって、トーナスの安倍川38キロ食やがったら、おい、わかったよ、うん、つまんねえこと言うねん、ほんとにしょうねえな、もうやい、ドジ、てめえがこんなところでひっくり返ったりするからこっちは3年前の磯田屋なんか言われるんじゃねえか、ほんとに、おう、銭やるよ、トーナスいらねえ、待て、この師匠、この人は物もらいじゃねえぞ、飽きんどな、なぜ銭くれてやんで品物持ってかねえんだ、この師匠、持ってけ、本当に、生意気なことをしやって、てめえなんと人に銭くれてやるような立場じゃねえぞ、まだ、やねやろだね、本当に、まあ、あんた、うん、早くしろ、早く、早くしろってんだよ、いざとなったら大きいのよってやねえ、やねやろだね、本当、早く行け、まぬけ、たん、今度から気をつけろよ、いやね、野郎だね、ああいうのはいるんだから、なんだよ、おい、俺が出てくれちゃった、
二つしか残ってねえじゃねえか。え、二つなら担げます。当たり前だよ。もう二つ担げなくなっちゃったら人間やめちゃった方がいいよね。え、まあおめえさんだってなんだい、若いうちの苦労だな。苦労は買ってでも拾っていくぐらいだから一生懸命やっといで、そのうちにはな、必ず誰か知ってる人は見るよ。見た人が黙っちゃいねえ。お前さんのお父っつぁんのところ行って話をするよ。そうすりゃまたうちへ帰れるってやつだ。え、辛抱してやんねえ。うん、でまた今日みたいにな、売れねえようなことあったらこいきねえ。いつでもほらこの辺うろうろしてっから、え、今日みたいにすっとこうさばいてやるよ。あ、そうですか。じゃあ明日の今自分、明日はダメだよ。え、うん、一生懸命稼ぎなよ。へい、どうもありがとう。へい、わかりました。へい、はあ、どこの人だか知らねえけど親切な人だな。よし、この二つ俺が売っちゃおう。ね、よっしゃ、しちゃった。ああ、軽いな、殻担いでるようだ。ああ、おじさん売れる売れるってそう言ってたんだけど、ちっとも売れなかったな。どうして売れな、ああ、そうか、俺黙って歩いてたんだ。黙ってちゃ売れやしねえやな。あ、銀だ、売り声が肝心だてえからな。うん、そうだ、売り声だよね。なんて言うんだろうな、おじさんに教わってくれよかったな。トーナス、トーナス言いにくいもんだな。トーナス。ダメだな、どうな、ところでいいよ、てんよ。おっと、いた、大きな声だな、あいつら。なんだよ、これ。ああ、そうか、ああいう大きな声を出さねえと人に聞こえねえもんな。よし、じゃあ俺も大きな声でやってみようね。ああ、人が来た。言っちゃった、よし、ああ、また来たよ。よく来るな、ここは。そりゃ、通りだからな、人は来るよ。どっか、この路地入って稽古してみようね。うん、この路地。へへ、こんなのいいや。これ大きい声でやってみようね。うん、トーナス！はい、取れた！そう！なんで人のこと友達ってやって、どう、すいません。いや、あなたのこと言ったんじゃないんで、売り声の稽古してるんで、どうか一つ勘弁してください。とに、ほか行ってやろう、ほか行って。どうも、すいませんでした。ああ、あの人も驚いたけど、俺も驚いたよ。出てきたところ、いきなり怒鳴りつけちゃったもん。飛び上がってたね、あの人。どっかね、人のいねえところ行って、稽古しよう、いねえところ行って。な、人のいないところ、ここはいねえや。田んぼだからね。うん、田んぼで聞いてんのはカエロぐらいだよ、ね、別にカエロと付き合いがあるわけじゃねえからいいよね。これ一つ稽古しよう。トーナス、トーナスです。変だな。トーナス、トーナス屋でござい。ああ、これだ、これがいいや。トーナス屋でござい。よし、うん、トーナス屋。ああ、そうか、ここは吉原田んぼだ。向こうに見えるのは吉原だよ。向こうからこっち眺めたことあるけども、こっちからこんな格好で吉原見ようとは思わなかったな。しゃあね、うん、一生懸命稼ごう。トーナス屋でござい。トーナス屋でござい。悔しかったね。おばさんだってその時には一緒になって行ったんだよ。まあ引き取り手ができて、若旦那よかったじゃないのなんて言ってくれたんだ。だからこっちだってその気になってうちに帰らなかったんだよ。したら感動されてったら、そんなことを真に受けてってやら、悔しいね。そうだ、おじさん言ってたよなあ、遊びに行ってもいいって言ったから一生懸命稼いでまた顔見に行ってやろう。どんな顔するんだろうな。一生懸命稼ぐぞ。トーナス屋でござい。トーナス屋。でもいい女だったもんな。あの女が人の顔じっと見やがって、若旦那なんて言われると俺は溶けちゃうんじゃねえかと思ったなあ。
トーナス、トーナス屋でござい。思い出すね。あの日からだよ、俺はうちに帰んなくなっちゃったな。朝起きたらザーッと雨だ。なあ若旦那、こんな雨でも帰るの？帰らなきゃしょうがねえよ、俺感動されちゃうよ。いいよ感動されたって、私が引き取るんだからさ。そうかってんでその気になっちゃったんだな。なんかおごるよ。え、何がいいってから、何でもいいよ。寄せ鍋どうだいって、寄せ鍋大好きで、そう寄せ鍋でやろうよってんで寄せ鍋で一杯やったな。え、やったり取ったりしているうちに二人ともポーッと赤くなってきて、女が人の顔をじっと見てやって、まあ若旦那、舌の先で白滝が結ばれたわねって言う。トーナス、トーナス屋でござい。しばらく経ったら床の間から三味線持ってきて、爪引きでなんか弾いて歌ってやったな。ね、若旦那、お前さんもなんか歌っとくれよ。そうか、何歌おうか、何でもいいからさ歌っとくれよなんてんでな。うん、歌ったな。なんだっけな、そうだ、伸び上がりを歌ったな。伸び上がり伸び上がり、見れども見えぬ後ろ影、チチチチとチチン、もじれたいと思わず髪切る、さようじーたら、女が俺の顔をじーっと見てやって、まあお前さんいい喉してるじゃないか。えー、その様子でもって喉がいいんだもの、女が売っちゃっとくわけないよ。本当に私心配だね。はあ心配でなんないよ、本当に憎いんだからってやって、俺の膝をキャッて連れるから俺が痛いよなんてな。トーナス、ひどい稽古があるもんで、トーナス屋政談の序でございました。いかがでしたでしょうか。5日間にわたってお送りしてまいりました、一線で活躍されている噺家の皆さんによる東西落語特選では、この辺で。